アリカは、チリ最北部、ペルーとの国境に近いアリカイパリナコータ州の、港湾都市。アタカマ砂漠北部の乾燥地帯にある。人口は185,268人。アリカイパリナコータ州の州都である。考古学的調査により現在のアリカの場所には、少なくとも1万年の間、異なる、原住民が居住していたことが判明した。 アリカは1541年にスペイン人のルーカス・マルティネス・デベガーソが創設した。1545年より町はポトシ銀山から産出される銀の輸出港となった。ポトシ銀山は歴史上で最大の銀山である。そのためアリカはスペイン帝国にとってその命運を左右する港となった。港はフランシス・ドレーク、トーマス・キャベン・ディッシュ、 リチャード・ホーキンス、ウィリアム・ダンピアなどの著名な海賊、バッカニア、シリアクセンの襲撃を受けた。1836年から1839年まで、アリカはボリビアに占領された。1855年、ペルー政府がアリカ・タクナカの5 3トルに鉄道を開設した。南米で最初の鉄道の一つである。この鉄道は現在も使用されている。 ボリビアの首都、ラパスやペルーのタクナへ通じる鉄道がある。パンアメリカンハイウェイが通じ、国際空港がある。市街地の南側にある岩山の上には、アリカ要塞がある。1880年の太平洋戦争を記念したもので、当時の残豪などの展示もある。アリカ要塞地球の歩き方が提供する旅のコミュニケーションサイト。 旅スケハット www.washingtonpost.com ありがとうございます。